だったのか。水木がそう思ってくれるんだ。さあ、そったかいがあったってことだな。じゃ、まずはその辺のサークル冷やかしてみるか。またニヤニヤしてる。気持ちの悪いやつだな。お前、さっきのサークルの人に変だと思われたやつは。いいじゃない。そんなの人が勝手でしょ。そんなに嬉しいもんかね。自分のために同人誌か。初めてだった。初同人誌か。俺にもそんな時代があったよな。で、俺も同人誌買い始めてまだ1年も経ってねえだろうが。で、買った本は都内紅茶&ハーブティーのお店大百科か。いまいち刺激的じゃないな。何よ、その言い方は。紅茶やハーブティーどこが悪いの？悪いなんて言ってねえだろ。いや、水木、それ自身が偏見だろ。そもそも同人っつうのは、漫画やアニメとかだけじゃないんだから。同人、すなわち同じ人。自分たちの趣味に合うやつがあれば、アニメだろうが何だろうが正直やっちゃっていいんだから。アニメ漫画に限らず、小説、そしてさらに、都内のそういった店の大百科とかやったっていいんだから。ま、なんで、ま、こんなって紅茶やハーブティーに白熱したがるのかね。だから、いつバカにしたっつんだよ、俺が。私、もう決めたもんね、この本を研究して、来年の今頃には、あんたを紅茶なしに生きられないようにしてやるんだ。あんた、私を漫画読むようにしちゃったみたいにね。水木のやつ、わかったよ。せいぜい水ぶくれにならないようにしとけよな。ハーブティーにダイエットするもん。そうだな。ああ、そういや水木ってコスプレ見たことあったっけ？コスプレって、あのアニメやゲームのキャラの格好してるやつでしょ？振り子とか曲で、そんな人が何人かいたけど。なんだ、何度も職場会に来てたのにちゃんと見たことなかったか。しょうがないじゃない。なんか、あのコーナーの近寄りがたかったんだから。じゃ、いい機会じゃねえか。そこもちょっくら覗いてみようぜ。そうね。一緒に行くのも大丈夫かな。お化け屋敷じゃねえっつの。そりゃそうだろう、コスプレのスペースなんだから。水木のやつ、おのぼりさんよろしく、感心しまくってやがんな。なんかこっちの方が恥ずかしくなってきたぜ。どっから探してくんだろう。みんな自作してるのかな。だったらなんかすごいよね。そうだな、俺コスプレの経験ないから、片髪から起こして服作るっていうのは俺の想像をはるかに超えた世界だ。おいおい、俺だって即売会のスペース知ってるわけじゃねえよ。コスプレなんか専門外だぜ。これ医者が一応医師免許持っていれば、麻酔科医以外は全部の科を名乗ることはできますけれども、それはあくまで名乗ることができる点であって、専門が何かっていうのは、その医者自身のどう進むかっていうことと同じですからね。やっほー。コスプレに興味あるの？ええー、こっちはわわわん。え、ごめんね、彼氏との話聞いちゃった。しかし別に彼氏なんて、もしかしたら女の、そうだよ、やっぱ未成年に見えちゃった。これがな、忍たま乱太郎のおしげちゃんとは思いねえぞ、ほんと。基礎知識とか教えてやってくれないか。そういや、これ途中でセーブってできるのかな、イベントの。やっぱないか。あれ、水木。
それの衣装は自作も多いけど、最近はオーダーメイドで作ってくれるお店もあるんだ。古市とかいて、お店でも既製品売ってたりするしね。そういや、バイト先にもいっぱいそんな服があったな。自分で作るにしたって、型紙から作る本格派もいるけど、体に布を合わせて、そこからジャキジャキ切っちゃう人もいるし、制服の改造とか、既製の型紙の転用とか、いろいろテクニックがあるわけ。まあ、ちゃんとできちゃえば、こっちのもんかな。でもやっぱ、おすすめは、体のサイズに合わせやすいし、うまくやればお安くなるから。なるほどな。みんなそんなに頑張れるのかな。また物事の根本を揺るがすようなことを言う。そうだね。やっぱ愛かな。キャラクターへの愛情、これに尽きると思うけど。あんな風になってみたいとか、好きなものと一つになってみたいとか、好きであることの証明とか、憧れとか、変身願望とか。私はそっち系かな。一応最近は目立ちたいとかそういう人もいるみたいだけど、でも私からすればそのキャラやるなら最低限のキャラ知識は持っててほしいな。どっかで聞いたことがあるような、自分自身がそれを根底から覆すようなことをやった人がいたんですけどね。何事も経験だって。経験って言われたってね。コスプレが何の。まあ、いいわよ。自分でするわけじゃないし。なんだ、しないのか。しないのかって。私、別に好きなアニメのキャラないし。好きでもないのにやるの。さっきの子に悪い気がするしな。あの子、多分、真剣だったと思う。コスプレだったけど。結構真面目に考えてんのな。まあ仕方ないか。好きになったらやってくれ。好きになったらって、私は漫画なんか、今の私またつい、なんかこっちが水木のこと気の毒になってきたな。なんか自分のこと縛ってないか。気楽に行けな水木。俺の水木にそんなに多くは望んでねえよ。即売会に来るのはお前の義務じゃねえんだ。とりあえず即売会の漫画のことを真剣に考えてくれるようになっただけで俺は十分だ。漫画を好きになってほしいってのは俺の勝手な期待だし、水木はそうじゃないと思うなら別に仕方ないさ。2年でも3年でも好きなだけ時間かけてくれ。水木のやつ分かってるけど、なんか焦ってるような気がするな。そんな難しく考えることでもないのにさ。やっと。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思いますと。やっと。じゃあ失礼しまーす。